サムネめちゃくちゃ可愛いの見つけました。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・フィッシング・ポンド。うん、意味はわかんないけど、意味はなんかわかんないけど、まあやってみようぜ。とりあえず、ゼルダ、リンクを使っていく面なことには変わりはないはず。さあ、ということで、プクプクをすべて倒してからゴール。フィッシングってそういうことか、釣りなんだ。いや、釣りとかいう気にはないけどね、とりあえずマリオに。じゃあ、リンクになる。おいで。あー、で、これが条件満たしたら、ここに来れると。はい。で、今度は入ればいいのか。釣り、ねえ。え？鉄球？とりあえずゼルダの家があるから、ゼルダの家入るか。あー、これちょっと待ってよ。ちょっと、どうしよう、弓矢かな？むずいな、これ。爆弾？爆弾が一番効果的か？あ？水中で刺したっけ？刺せるよね。あ！ごめん。水中行ったら刺せるけど、復帰できないわ、多分これ。爆弾で、ポロ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 ンってさっき言ってくれたから、とりあえず爆弾投げること、あそこ開けること自体は多分、正解だとは思うんだけど、釣りって言っていいのかな？え、でも、ちょっと待ってよ。どうする？ここに来たやつしか倒せないな。あー入っちゃった。上向こうとして入るもんね。だから、あー、クソがー、ミスった。あ、ゲソが鍵持ってた。あー、やっぱダメだ。一回落ちちゃったらもうダメなんだ。とりあえずこのゲソが鍵持ってるってことは大きい情報ですね。オッケー、やり直そう。すいません、完全にこれはこう分かっちゃいましたよ。とりあえずあそこ壊して、はい、この矢を落とすと、で緑プクプク、ごめん、さっき仕留め損ねたから最後に仕留めよう。でこれでとりあえず倒せるのは全部倒したかな。で下を射抜く。で、ここはジャンプであそこの隙間を狙って、あのワカメとワカメあのワカメとワカメの隙間を狙って、あのプクプク2体、大きいのとちっちゃいのを狙うんだけど、おら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 、なかなかいかんな。オッケーオッケー、1匹とりあえず退治した。もう1匹、もう1匹退治ってか釣りだよね、釣りだよね、フィッシングだよね。あー惜しいな、さ、やべ、オッケー。で手前のやつ、あれどうすんだろうって思ったけど、爆弾を下押したら、あーやばい、はい、すぐ下を置けるんだよ。これで倒せるんだわ。で、残り1匹は緑プクプクだから、はい、もう一回入ったらすぐ出てきます。で、そしたらこの一番前に立って、はい、これで弓矢を射抜きまくったら当たる。 OK。 でこれでゴール条件満たせたから勝利なんだけど、一番奥のゲッソーがね、鍵持ってるんだわ。あいつをね、どうにかして取りたいんだけど、この上からすんのかな。いや、わかんないんだよね。わかんない。ということで、もうこのまま、一応ね、クリア条件は満たしたんで、このままクリアの方をしていきたいかなと思います。いやー、気になるな、こことか。まあ、とりあえず、ゲームクリア。これね、この面自体はマジで超斬新だった。すっげー面白い。ただし、釣りではないよね。狩りだよね、狩り。いいね！ 100% クリアできません。クリアできたらすごいです。100% クリアできない面投稿しちゃダメだろう。これ上、上でいいん、ここだ、ここ。で、OK、勢いつけて上登って、あの扉か。いけるんじゃねえの？ OK、これで、え？まだ扉がある。まあ、それ 100% クリアできないって言ってるからね。あ、こんな簡単じゃないか。え？どこ？ゴール。
キラー倒してみる。関係ないか、関係ないか。え、なんかあるこっちに。あ、あ、え、いや違うな、なんだこれ、なんか出てくる。あ、鍵が出てきた。はい、鍵入手です。で、え、さっき右側に鍵糸あったっけ。ちょっと行ってみよう。行くよ。ここか、これで行ける。どうだ。あ、土管だ。これ決まったんじゃないか。え、まだ、え、なんか急がなきゃいけない雰囲気しない。ちょっと待って、時間ねえな。あー、そういうことか、わかった。ここ、で、時間がないんだね。あー、ミスった、ミスった、ち、あ、ちまー。オッケー、入った。で、鍵ドア入る。残り39秒、いけるか。で、土管入る。これでクリアじゃないんだよね。さあ、ここ急ぎましょう。おい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 、オッケー、走れ。んー、なんかありそうな気がするな。え、大丈夫か、これは。わーおー、おーおー。あ、さあ、よく見ていこう、よく見ていこう。大丈夫か、ここら辺は。大丈夫か、大丈夫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 、オッケー、大丈夫。いったぞ、すんなりいったぞ、オッケー。クリアでーす。残り9秒残し、で、100% 絶対できないなんて言葉はこの世に絶対存在しないからっていう、これね、もうこの発言自体矛盾しているっていう。いいね。初代からやっている人はわかる。俺初代からやってないけど、わかるかな、わかんないかな。え、どういうことこれ、無理じゃん。ああ、これ壁じゃんか、壁じゃんすりゃいいのか。え、いける今の。やっぱね、際どいとこ狙ったらいけたわ。オッケー、ワンナップでゴールでーす。地味にね、難かった。本当に頂点に行った時にヒップドロップしなきゃ無理だったわ。いいね。インベーダー風ピンボール2、バックン殲滅じゃ。一輪も逃がすな。難易度別にコースが2つありますということで、これね、インベーダー風のピンボールゲームで難易度が2つあるってことで、とりあえず簡単な方からやっていきたいかなと思っております。パックンフラワーを64体以上倒してゴール。これ難易度多分スターの方が簡単なんだろうね。ということで、このスターの方行きます。スターコース、フラワーコース、どちらも選べますと。あ、バウンドマリオか。うわー、すげえ、これ完全にインベーダーゲームや。これわかるかな、この凄さ。わかるわかる、俺もめちゃくちゃわかるんだけど、インベーダーゲームってその上から宇宙人がそのどんどんね、なんか落としてくるんだわ、落としてくるんだわ、そのなんかよくわかんない攻撃を。で、それを守ってくれる盾みたいなんがあるんだけど、それもどんどんね、削られて消費されていくんだよね。あ、やられちゃった。あ、でも大丈夫、回復できる。で、今完全にそれが今のボム兵で壁を壊されて防御がなくなるっていう風な形なんだよね。あ、で、これ時間になったら、え、これでもう俺倒しきれないってことかな。一匹もう取り逃したってことだよね、多分。64体倒さなきゃいけないんだよね。罪か、多分。多分罪だな。やり直そう。あ、ダメだ。マジか、これむずい。ちょっとフラワーコース行ってもいいですか。フラワーコース行きます。こっちの方がむずいんだとしたらかなりやばいけど。
わかんない、どっちが難しいのか今んとこよく分かってねえな。ここ OK、 当たった。とりあえず最初は全員倒せた。18匹か。さあ行こう。わかんない、どっちが簡単でどっちが難しいのか分かんない。とりあえず偶然でもいいから当たってくれ。うわー、すっごいいっぱい来てるね。うー、あー、やばいやばいやばい、これあくら、これくら、しょうがないしょうがないしょうがない。もう食らうのは食らうでしょうがないけど、極力無駄打ちをせずに行きたいんだよなー。あー、今のも完全に無駄打ち。オッケーオッケーオッケー。で、はいはい、あー、もうちょっと風で押し戻されるのも地味にむぜ。いけ、オッケー、倒した。あ、こっちの方が簡単か。さあ残り30、いや30ない、26体か。さあ行こう。うわ、風が強い。うわー、これきつー、これはむずいぞ。あー、くそ、壁がね少ないから。おー、うん、うわー、ちょっと待って、くんな、あー、やべえ、取っちゃった、残機取っちゃ、取っちゃった。あ、あ、ちょっと待って、そこ入んないで、そこ入んないで、そこ入ったらちょっと俺打てねえから、新しいの。あー、くそ、やばいやばい。とりあえずまず絶対食らわないことが第一前提、第一前提で、うー、やばい、もう時間も多分あんまない。やばい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 。暗い。あ、一匹取り逃した。はい、オッケー。え、一匹取り逃した、大丈夫かな。今57体。さあ残り、何体だ、何体か計算できねえ、何体か計算できねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、一回集中させてこれに。うわ、邪魔くせえな。あー、もうブラックファックマジで邪魔。ほら、当たれ当たれ、もう一回。え、今63体やー、さっきの取り逃したからじゃん。マジかー、きつい、きつすぎるー、これむず。あー、そうってことは、これでさっきで出る先は一緒だよね。ゴールできないから残念。オッケー、第一ステージは全て倒しました。行こう。オッケー、第二ステージも全て倒しました。いけてる、いい調子。オッケー、第三ステージも全て倒した。残りあとラストワンステージ行くぞ。おら、マジでブラックパックに邪魔しないで、ブラックパックに邪魔しないで。さあ、いけ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 、ちょうど間を縫っていけ。はい、お前、うら、当たれ当たれ当たれ、あー、邪魔。オッケーオッケー、64体全部倒した。これで、うわ、めっちゃ気持ちいいわ。これね、結構難しいよ、マジでね。やってみたらわかると思う。特にこれ、風が来るんだよ。この風でうまくね、同じ位置に立ち止まれないのさ。あと炎も避けなきゃいけないし。さあ、ということでこれでクリアしました。これ楽しすぎる。マジでね、マリオっていうゲームの枠を外れた面白さがあると思う。最高です、これ。いいね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、今回のデッキと動画少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンぜひ押していただけると本当に助かります。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画見てください。またね。